元山おお元山元山ゴーおお元山元山ありがとう、シカオかわいい背番号10にアントラーズのタイトルが並んだ時、鹿島サポーター最高の1日、2007年12月1日スタグル列も短いだろうと思ってましたけど甘かったです。むしろいつもよりも長いぐらいでした。多分今シーズン最後のハラミ飯とミニハラミ飯いただきます。甘いタレでトロッとろになるまで煮込まれたハラミ、そして豆腐、鹿島スタジアム自慢のスタグルの一品です。ここでしか食べられない美味しさがあります。美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のスタグル列、いつもより長い気がする。長いよね。それでは今日もスタジアム散歩やっていきたいと思います。
今日は本来鹿島サポーターが入れないアウェーゴール裏 V ゲートからスタートします。今日はここも人がいっぱいいますね。丸々一周して北エリア V ゲート戻ってきました。鹿島スタジアムを一周できる機会はそんなに多くありません。今日はアントラーズサポーターだけの空間です。皆様楽しんでいきましょう。レオナルド。ジーコ。元山。
無敵だぜ。俺たちサポートインファイト ATAERFOSATAEROS。 自己
最後になりますけれども、本当に僕に関わってくれたたくさんの皆さん、今日集まってくれたファンの皆さん、配信を見てくれている、方々、本当にありがとうございました。本当に、サッカーをやってきてよかったと思いますし、これからもサッカーを楽しんでプレーをしていくと思うので、また会えるときにたくさん声かけてください。本当にありがとうございました。アントラーズサポーターの皆様、本日もお疲れ様でした。ゴール裏の皆様もお疲れ様でした。今日は本当に楽しい一日でした。ありがとうございます。いつも動画をご覧になっている皆様、本当にありがとうございます。そして今日久々にスタジアムに来た方、うちのチャンネルを初めて見た方にお願いがあります。今アントラーズは大変な岐路に立っています。皆様の力が絶対に必要になります。どうかこれからのアントラーズを今一度応援くださるよう本当にお願い申し上げます。ついでにうちのチャンネルもよろしくお願いします。チャンネル登録をね、よろしくお願いします。本日もお疲れ様でした。鹿島スタジアム、そして本山選手現役生活、本当にお疲れ様でした。この動画が少しでも面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。